この子は茶太郎、11ヶ月の野犬の子犬です。あ、こっちじゃなかった。茶太郎くんは元野犬、まだお客さんは触れていないそうです。野犬はまだ人間と出会ったことがない犬だから、人と慣れるのには時間がかかります。僕が少しでも見に行くと必死に逃げようとします。可愛いですよね。こういうこと仲良くなるのが絶対楽しい。ということで今日は茨城県つくば市にあるキドックスカフェさんに遊びに行ってきましたので、その様子をレポートします。どうもこんにちは、ミスターのおまりです。僕は普段保護犬の預かりボランティアをしながら、保護犬の里親募集とか、あと保護犬に関する情報発信をしております。てかやろうと思ってて忘れたんで今やるんですけど、大人の社会科見学キドックスカフェ、今やんだよって。早速本編に入りますけど、久しぶりにキドックスさんに遊びに行ってきました。娘がね、ここ好きでね、このバッジ集めてるんですよ。茨城県つくば市にある保護犬と出会えるカフェ。店内は木の温かい雰囲気でゆったりできます。1月22日に行ったんですけど、この日いた保護犬ちゃんたちはこんな感じ。僕のね、タイプの子が多いのがキドックスカフェさんの特徴です。茨城県は冒頭の茶太郎もそうですが、野犬も多いし、中型犬サイズの雑種の子たちの保護が多いそうです。今回お邪魔した時は割と人見知りの子が多くて、みんなこんな感じ。ちなみに4月からお店の場所、同じつくば市内で移転するそうです。移転したらまた遊びに行きたいと思います。このカフェの特徴はゆったりしたスペースに、半個室で1頭ずつ保護犬たちとゆっくり触れ合えるところ。里親希望者さんたちとの相性がよく見られますよね。今回僕たちは、小雪ちゃんという4歳雑種の女の子と触れ合ってきました。ほんとこういう子大好きなんですよ。スタッフさんに聞けばどんな子か教えてもらえますが、一匹一匹にこのように保護の経緯とか仲良くなるコツを本にまとめていてくれているので助かります。小雪ちゃんは首輪をつけたまま茨城県動物愛護センターに保護されていたそうです。ってことは元飼い犬ですよね。こんな可愛いのに。この子も割と人見知りで、おやつをあげていくと少しずつ仲良くなれるそうです。絶対散歩好きなんだろうなと思ってましたけど、やっぱりお散歩は好きみたいです。ただ無限に散歩に行けちゃうタイプっていう感じの子でもなく、運動量はほどほどな感じだそうです。それでも絶対一緒に暮らしたら楽しい子ですよね。まだ人見知りみたいで、なかなかすぐに打ち解けられる感じじゃなかったです。多分散歩連れてってあげたりしながらね、少しずつ仲良くなれそうな感じがする子ですね。僕より娘の方が早く仲良くなってました。リトルノーバでは犬から好かれるんですよね。キドックスさんの特徴は、保護犬の事業だけじゃなくて、若者の自立支援とかもしてるところなんですよね。引きこもりとか昼夜逆転してしまった若者が、犬のお世話を通じて自立していくっていうお手伝いをされてます。最初から犬大好き、ワンちゃん大好きみたいな子だけじゃなくて、こう最初は犬のうんち触るとき、こんなの触んなきゃいけないのみたいな感じの子からいるそうです。でも少しずつ、ワンちゃんの世話を通じて自信をつけていくそうです。掘れば掘るほど嫌になる保護団体ってありますよね。でもキドックスさんの場合は掘れば掘るほど好きになってしまいます。犬にも人にも優しい、そんな団体さんがやってるのがキドックスカフェさんですね。料金は時間制でワンドリンクついてきます。なぜかリトルノーバではいつもここに来るとね、水がいいって言うんですけどね。普段はコーラとかジュースがね、好きなくせに。犬たちと仲良くなるコツはやっぱり犬用のおやつをあげることですね。小雪ちゃんもね、最初より最後の方が打ち解けた感じがしました。ほんと小雪ちゃん可愛いよね。この子もともと飼い犬だったとは言っても、お座りができる程度だそうです。前の飼い主からはそんなにこう愛情を注がれていたって感じはしないですよね。茨城県にはまだまだ犬を結構こう捨てに来るっていう人がね、いるそうです。なんでなんでしょうね。こう、保健所に連れて行くと殺されるから捨てるんですかね。捨てたところでね、見つかっちゃったらこう日本には狂犬病予防法があるんで、必ず保健所に連れてかれちゃいますからね。いつもらったかはわからないみたいだけど、この子もフィラリア持ってるみたいだし、捨てるなんて選択肢はありえないことですよ。それか、そんなことすら考えてなくて、保健所に連れて行ってもこう引き取ってもらえなかったらから捨てた、みたいな感じなんですかね。本当に小雪ちゃん、前の飼い主を見返すためにもね、絶対に新しいね、幸せをつかませてあげたいですよね。だからこの動画をぜひ広めていただいて、小雪ちゃんを、みたいな風にね、言おうかなと思ったんですけど、この子可愛いからうまくいけば近々トライアルが始まるみたいです。こんだけ可愛いし、おとなしいからそりゃそうだよね。まだ4歳だから、これから楽しい県政を送ってもらいたいものです。他の子たちもね、紹介したいんだけど、ビビリで人見知りの子たちは、見た目だけ紹介してもね、ダメで、こんな子がいるよーってだけ紹介しておきます。なんか気になった子がいたらホームページとか SNS をご覧ください。ちなみにキドックスさん YouTube チャンネルもやられているので、ぜひそちらも見てみてください。各種リンクはですね、概要欄の方に入れておきますので、ぜひね、そちらをご覧ください。それでね、また次4月以降にですね、キドックスカフェさんが移転したら、またね、行こうかなと思います。もしかしたらバッジも新しくなってるかもしれないんで、そうなると、
リトルノーバディが喜ぶ。だからね、また遊びに行かせていただこうかなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。